はい、アメジンです。今日話をしたいと思います。ストーリーね。じゃあスタート。はい、今日のストーリーは母さんについてで、ちょっと説明しなければなりません。母は自分の子供、まあ私と弟が大好きです。大好き。なんか子供を可愛がりすぎる。 Oh, you are so cute! Oh my god, I love you so much! Ah!で、僕が留学することを知ったら、母さんはちょっと絶対ダメ。まあそんなに反対じゃなかったですけど、あんまり好きじゃなかったんです。一方僕は、で勉強しに日本に行きました。母から電話がよく来ました。いつ帰るの？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 帰りなさい。ある日、母さんにこう聞かれました。実際に着く日は12月10日でした。母さんをびっくりさせたかったんです。まあ8月に大学が終わって、僕は12月10日まで日本に残って遊びました。そして密かに飛行機に乗ってアメリカにやっと帰りました。弟とばあさんにびっくりさせる秘密をもう言いましたので、弟は空港まで来て運転してくれました。マイアミに着いて早速バージニアにある母さんの家に向かいました。車で14時間だったと思います。ロードトリップね、すごく大変なロードトリップ。子供を可愛がりすぎる母さんの家着いたらこうなりました。 Well, I think that's gonna take too much time, so I just ordered something for you. Oh, you should.No, I paid for a special delivery too, and it's according to the website, it should be there already. Yeah, go. I'm home. How are you both here? はい、以上です。ピースカです。